北海道から贈り物が届きました。プレゼント、これはついこの間はどっちだ、ポンちゃんだったっけ、ジャン君の誕生日、ジャン君の誕生日か、うん、失礼しました、ジャン君、はい、ちょっとおいで、おいで、おいで、札幌にある、札幌でやってる、ハンドメイド姫っていうお店ですね、ショップをやっている方から、いろんなね商品を作って、なんていうの、そういう、保護猫とか活動している人に寄付をしたりしている人なんだそうです。うん、で、たまたま動画を気に入ってもらって、何かあげたいっていうふうに言ってくれました。これ、またたびが入ってキックするやつだね。うん、キリキリキッカーでね。はい、これはジャン君のかな？ジャン君用です。ポンちゃんだよ。もう一個。これはポンちゃんだね、あ、黒猫だしね色がね、はい、女の子色だね。それからこれは何、三角おもちゃ、これはあー、ジャン君ちょうどねこの手をかじって飛ばすんだよね。そうだね、これもついてて、ループもついてて、うん、これは後でどんな感じで遊んでくれるか見てみます。また旅も入ってていいはい、これは人用だね、綿棒と、これはポケットティッシュを入れるやつ、うん、ポケットケース、ケース、綿棒と傷板とポケットティー、はいはい、これはジャン君に引っかかれたら役に立つけど、もう引っかきません時々ちょっと噛もうとします、うん、遊んでるとね。あー、これね、何、ハンモックの布のやつだね、はいはいはい、あ、ケージの中とかにちょうどいいね、もうケージは今使ってませんが、うん、何かの時に、うん、これ椅子にもかけられるようですね。そうだね、うち申し訳ない、椅子がないまあ何かの時にじゃあ、うん、そうだね、はい、すごい、なんか、ああのハンモックのやつにさ、うん、上手に引っ掛けられるか、表面が変えられるかもしれないね、うんうんうん、はい、それからこれは猫じゃらし、あ、ジャン君やとポンちゃん用だ、お、画面にちゃんと映ってるか確認しないでやってるけど撮れてるかな、こんなやつと、色違い、こっちがポッくんのです。よかったね、ポンちゃんのもあるよ、もうすぐポンちゃん1年だからね、こういうお手紙もいただきました、うん、いつも楽しくほっこり動画をありがとう、ジャン君&ポンちゃんプレゼントです、遊んでくれると嬉しいです、どうもありがとうございました。ありがとうございます、はい、こちらこそ見ていただいて嬉しいよね、うん、じゃあこの後、実際に遊んでるところもご覧いただけるかと思います、うん、はい、先ほどだいたい締めの感じのコメントにしましたが、実はまだありました、くるみボタン、にゃんこのくるみボタン、くるみボタン、うん、ポンちゃんみたいな、これ普通にボタンとして使える、あ、そうかそうか、うんうん、はい、あ、これは、これは、これも、あ、先っぽだ、うん、使えるやつだ、はい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 、すごい、これもなんかみんな2種類ずつ、うん、ポンちゃんジャンポン用で、あ、こっちも、あ、これ3、3つも入ってる、すごい、これ絶対使う、うんうんうん、すごいね、この材質のやつはよく食いつくね、キラキラビリビリビリって音もするしね、キラ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 、うん、
羽もついてて、すごいね、手作り。そっか、手作りできるんだね。だね、うちもなんかこういうものを作っていきたいと思っています。ねえ、かわいいね。はい、そしてこれがジャンクになります。こういうところもさ、この紙とかもさ、どっかで買ってきたのかな。これかわいいよね、にゃんこの。開けるの？何を開けるの？これ開けるの？ひとたび三角おもちゃ。2、3日ほど干してから揉んで叩いてから与えてみてください。あ、反応が悪くなった。予想通り。もう制作者の意図通り動いています。これは得意なキャッチボールにも使えるな。この三角のところがちょっと不思議な転がり方していいみたい。ね、あ、奥入っちゃったかな。はい、じゃあまた後で遊びます。うん。